今日は第二の故郷豊橋へ帰郷。光639へ新大阪行き。10時33分定刻で東京駅を発車。東京という檻から無事脱走。皆様、僕を探さないでください。あ、一応言っておきます。そうだ、豊橋行こう。車内に鳴り響くこのメロディ。2003年10月1日リリース。かつては JR 東海の CM にもなった TOKIO さんのアンビシャスジャパン。それでは16号車E席からの車窓を堪能あれ。This is the Hikari Super Express bound to Shin Osaka. We'll be stopping at Shinagawa, Shin Yokohama, Toyohashi, and Nagoya. After leaving Nagoya, we'll be stopping at three stations before arriving at Shin Osaka Terminal. The conductor's room is in car number 8. Thank you.パーサーさんからアイスを調達。新幹線すごい硬いアイスという愛称。それほどまでに硬いのか。実食。あれ、スプーンが通らない。目の前のアイスが食べれない人。時に人は無力だ。数分後、アイスに動きが。ビーミバニラ味300円の贅沢なひととき。故郷を思い出す田園。人は緑を求めている。豊橋駅に到着。後ろを走る赤い名鉄。加速する新幹線こだま号。
東海道本線313系が入線。我が同期も現在車掌として乗務中。新幹線待合室の弁当屋つぼや、隣にはカフェ。乗り換え改札付近スロープ、シャッター回避時、お客様は坂道ダッシュする。在来線改札内も充実。明けで言っていた朝ラーメンが健在。たまに差し入れしていただいた大あん巻。第一の故郷にも続く飯田線乗り場。ショート動画の背景愛用、豊橋駅東改札。すいません、金さん、配当されましたか？遅延証をもらってもいいですか？飯田線2両編成が入線。愛くるしく思います。5年前、ベンチを作れとクレームを受けた駅構内に、なんとベンチが設置。西改札付近、券売機案内部隊で戦ったあの日、ある鉄道会社のもとへ。懐かしいチャオ。パチンコ屋のスペースシャトル。大あん巻です。いただきます。先ほど購入した大あん巻を試食。ビビビビビビ、味あんこチーズ最高。ついにやってきたカレーうどんの名店瀬川。ここからは豊橋の友達と合流してお送りします。じゃちょっとお願いします。許可だけ。オッケーです。やったー。本当にいいですかね。うわー、うわ、もう本当に5年ぶりだわ。とりあえずいい？ここへ。ありがとうございます。うん、紹介しました。これ、しましたこれ。エプロン。豊橋名物、豊橋カレーうどん。あ、なるほど。今11店舗あるんだよ。うわ、そんな、うん、最近増えたんですか？じゃなくて、もはや、50年の店が2軒みたいな。あ、すごい。ここが108年。え、こんなに豊橋にあったんだ。豊橋10軒、豊川に行く。ここしか来たことなかったです。はい、いいでよ、ここだし。すみません、ちょっと他のとこも行きます。いいでよ、ありがとうね。ではではでは、いただきます。
ビビビビビビミビミ入りました。うまっ、めちゃくちゃうまいっすね、うん、でもこれやっぱね、うん、びっくりしました。今これ下からとろろが出てきましたね。とろろ、うん、食べ方は違う。まずうどん食べる。うどん食べる。そしたら下からとろろが出てくる。おうおうおう。カレーと混ぜる。そして下、その下にお米が入ってるから、ご飯が入ってるから、うんうん、カレーになるっていう。あ、先にご飯混ぜてた。そっか、全部ぐちゃぐちゃにしちゃったんだ。そう、じゃあもう一回注文します。いやいや、いい。うずらの卵は、うん、豊橋名産ということですね。ちょっと、どう？あ、これうまいわ。うまい。あ、うまいわ。うまい。うんうん。うん、これちょっと、うん、生まれるかもしれないです。生まれる？うん、何か。止まってください。ほんまに生まれますよ。生まれる？うん。高ラコステ生まれました。あ、ありがとうございます。ラコステ。本当に5年ぶりに来たから懐かしいね。やっぱ豊橋のこのうどん。うん、いや来ないんだ、でもあんまりここには。うん。食べやすいです。麺がね、意外と細いので、うん、気軽に食べれますね。うん、3人の友達と食べ進めること30分。うどん食べきりました。もうお腹いっぱいなんですけども、豊橋カレーうどんはまだまだ終わりません。見てください、下の方にライスが出てきました。まだまだご飯が残っておりますので、ちょっとこれはね、家に帰って猫にあげたいぐらい。お腹いっぱいじゃん。本当にお腹いっぱいだわ。でこれこうやってやっぱ子供とかにも分けられるぐらいの量ですので、ママさんとかはね、ぜひこれ1個で、お子さん3人分ぐらいですね、多分あると思いますので、よかったらぜひ食べてください。はい。何味ですか？味、はい、ん、いや、カレーです、もちろん。なんか液感で言うと、どの液感か、液、うん、どの液感ぐらいか、あ、うん、どこの液だろうな、うん、金山名古屋感、金山のリッチ感、そして名古屋のちょっと汚らしさの、うん、ちょっと赤っ、難しいな。完食しました。マジで無理、もう本当に今日この後何も出てないわ。マジで無理、これうわ、乾杯。朝倉みくるさんが通ってたことね、知らなかった俺、ここが朝倉さんが、朝倉みくるさんがここであのヤンキーのあの路上喫煙者に声をかけるってやつをここでやってたんだよね、うんうん、わ、ここは有名なとこね、このストリートで。ここだと思わんかった、普通に大阪とかああいうところだと思ってた、うん、豊橋なんだ。そう、豊橋がヤンキーが多いんだね、夜は。ヤンキーばっかり、めちゃくちゃ怖いじゃん。でもここあのね、動画きっかけにバズったわけだから。そうそうそう、うん、これもバズるからね。これもバズるね、うん、このストリートで撮ったら、うん、まあ、ちょヤンキー来ねえかな。でもこの辺もなんか、うん、何回か撮ったことあるけど、新しくなったね。うん、結構綺麗だね。うん、はい、何、有名な手相の、手相のおじさん、うん、有名な、何、どこの辺で有名なの。そうそう、やってくる、休みの日、それも大丈夫です。ちょっとやってみよう。市村か長谷川、どっちかやったらいい。長谷川か。手相初めてだな。ちょっと今後がね、タグアンボイの今後がかかってるから、それでは手相やりたいと思います。普段 YouTube を、はい、よかったら、見てください。撮影 NG だったので、簡単に結果を言うと、今年は結果が出る年だそうです。あとは占い師さんの声が小さすぎて聞こえませんでした。それじゃあ豊橋の有名なお菓子ピエーネ、これが多分スタンダードバニラ味、これがイチゴチョコレート、イタリアン伝統菓子カスタータフ、あとピスタチオね、はい、なるほど、ダブルがあります。めちゃくちゃ買った。じゃあ給食に出たって言ってた。で、小学校とか、小学校、いただきます。ビビビビビビビ、あげました。めちゃくちゃあの甘すぎず食べやすいわ。小学生でも食べれる。でもあれかな、これカスタードと生クリームの方が美味しいかもしれない。中生クリーム、え、いちごじゃないの。
普通の味と一緒。生地がイチゴってこと？いや普通。嘘つけ。本当本当。何味って書いてあるの？イチゴミルク。じゃあイチゴミルクならイチゴミルクでしょ。練乳っぽくないの？クリーム。イチゴミルク。普通の味のわけないじゃん。でも普通食べたからちょっと違いわかるかもよ。イチゴミルク食べてます。うまっ。おお全然違うよ。全然違うよ。食べてみこれ。普通分かってないやん。チョコレートいただきます。一番美味しいかもしれないね。これ人気で、なんか1個しかなかったもんね、チョコレートね。いただきます。あ、それちょっと違うんじゃない？なんかうん、まずいうまい。これあれだわ、ピスタチオが入ってるまんま。え、ピスタチオなのに。うん、ピスタチオだから。あ、そっか。バリバリ言ってるもん。マジで？バリバリ。何が？ピスタチオだよ。ピスタチオなのに？ピスタチオだからだよ。あ、だからか。何回言うのよ、これ。チーズって書いてあったけど、ちょっと。チーズ？これ普通のですね。あ、普通ね。普通のです。なんでやねん。気づいちゃった。なんで気づいたのよ。どんなこと早いの。気づいちゃった。なんでそのタイミングで知らない。ちょっと待って、なんで気づいた。すぐ分かるだろ、幼なじみの。違う違う違う、なんで今振り向いた。いやいや、なんかありがとう。え、遠かったぞ伊勢から。どういうこと。伊勢から遠かったぞ。まず高速バスをキャンセルし、今日のホテルを取って。え、本当は伊勢から帰る予定だった。伊勢からバス帰る予定だったよ。今日今日は野村くんは市村くんと同じホテルに泊まります。撮ったよ。そうだよ。そうだよ。だからホテルの名前聞いたんだよ。今日どこに泊まるのって。ここで会えると思わんわ。まさか。ダメだって言うから。え、明日は休みだよね。連続休暇中なの俺今。ああ、すげえ。お酒飲んでる。勝つのか次。ごめん、もうね、ごめん、言っとくと、もう、間違いない。彼なら一緒でしょ。そうか。もう一人いますってならないか。ダイハツがあれかな、ラッピングした、ね、それがデザインした鉄道です。本来ブラックサンダーとかね、ブラックサンダーは、ね、あるみたいな。一緒、うん、一緒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 。それではブダギ駅に到着しました。ここはですね、豊橋の市電、路面電車か、路面電車の駅でございます。最寄りで言うと山佐の地区は、あれは本社なのかな、あれ本社なの、本社わかんない、本社かわかんないけど、あります。で、今乗ってきたこちらの電車です。はい、それでは路面電車にさようならをしたということで、ホテルへ向かいたいと思います。出発進行。じゃあ皆さん、久々の豊橋で乾杯。翌日、第二の故郷から出発。ありがとう豊橋、さようなら豊橋。最終業務、山佐の地区は実食。見ていただいて分かる通り、噛み応え、食感、最高。成人男性がなかなか飲み込めない弾力。永遠に噛んでいたい。以上、豊橋旅行記でした。ありがとうございました。
try to